それでは山田教授ご登壇ください。よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介に預かりました山田と申します。よろしくお願いします。こんな晴れがましい場でお話しできるのは大変嬉しく思っておりますし、またウェブで、こういう形でもって皆さんでもここにいらっしゃる方以外にも話の話を聞いていただけるということで、まあ、ちゃんとやれるかどうか分かりませんけども、少し1時間半ぐらいですのでお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。私2005年にですね、こちらの大学、愛知大学に勤務しまして、もうおかげさまで16年経ちました。学生のおかげで楽しくやってきて、ここにいるわけですけども、最初の頃は東京から参ったもんですから、全く愛知県のことが分からなかったんですね。もう最初はちょっとくだらん話から始めましたね。そもそも地名が分からない。学生が、私は東浦ですとかですね、日進ですとか言って、それはどこですかって、それから勉強を始めました。それからですね、面白いことがいっぱいありましてね、ある時その東三河に関係するその研究会で私話をしたんですよ。そしたらある地域の方がですね、先生、先生の話は面白かった、でも言いたいことがある、三河じゃなくて三河と言え、あとですね、岡崎で岡崎と言えって、こういうふうに命令されましてね、あれいいアドバイスでしたね。田原、こういうふうにイントネーションがね、ふんったがあるんだ、これはね、とても助かります。その後ずっとなんとか心得て三河って言うようにしてますけども、そんなことから始まりました。それでその中でもともと素人だったんですが、まあ、学生のほとんどが愛知県民ですので、まあ、少し勉強しようと思ってですね、尾張三河のことを少し勉強して、まあ、なんとか自分の蓄積もできて、こんなところで偉そうに喋ってるってことでございますので、一つお願いしたいんですが、私の話を信用しないでください。でまずです、一番大事なのは地名の発音とかは全然皆さんこの地域の方の方が間違っていませんので、私がこう喋ったから地名はこう言うんだっていうふうに言わないで、まあ、話半分に聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。で今日のタイトルはですね、中世戦国時代の国境地域と越境性、これは戸田先生につけていただいたタイトルで、大変いいタイトルだと思うんですが、まあ、国境地域というとなんか中国と日本の国境みたいに勘違いされる可能性がありますので、尾張美濃伊勢っていうふうにですね、明確にして、これは日本の国の境だってことを示して、格好がついたと思うんですが、今は県っていうのがありますよね。当たり前ですけど、静岡県、愛知県で、昔は国の方が、例えば尾張の国、尾張と三河が合わさって愛知県、例えば美濃と飛騨が合わさって岐阜県、当たり前の話で、静岡県は遠江と駿河と、あと伊豆ですね。で三重県って知ってます？何県あるか。これ実はですね、三重って伊勢って言いますけど、伊勢だけじゃなくて、まず志摩って国があります。それから伊賀があります。あとですね、紀伊の一部があります。だから三重県っていうのはね、すごいんですよ。伊勢、それから伊賀、それから島ですから 3.3 県というとんでもない大きな県です。で最初ちょっと小話から始めますけども、小話で終わっちゃうかもしれません、ごめんなさい。私豊橋に住んでいまして、遠州は結構近いんですね。それで浜松はあっという間に行く、名古屋より近い。それから浜名湖の西の湖西ってところは友達感覚があって、浜松は別世界ですけども、浜名湖から西はなんか愛知県みたいなもんっていう変な話ですけど、愛知県豊橋と湖西市は非常に仲がいいっていう話を聞いたことがあって、よく婚姻関係もよく結ばれるっていうことなんですね。でそう思って鷲津ってところがありまして、そこに仕事で行きました。これは教育実習の学生がいましてね、鷲津の学校に。それで学生がちゃんとやってるかどうか確認した上で、ちょっとお寺さん回っていい時間になったので家へ帰ろうと思ったらですね、いい飲み屋があったんですよ。そこでですね、ちょっとこれは私 の, これも癖でしてね、地域 の, 雰囲気を知るには飲み屋に行って話すのが一番いいっていう、これこれも勉強のうちなんですけど、
それでしかもでそこにですね、私がそこに入った一番の理由は、もちがつおってご存知ですか。尾張の方はなかなか縁がないかもしれませんが、遠富三河では当たり前にある餅状態のカツオ、これが美味しいんですよ。ただその餅状態のカツオはその日しか食べられない。だそこにそのお店にですね、餅ガツオありますと書いてあったんです。それでですね、これはやっぱり今日しか食べれないからっていうですね、誘惑に駆られて入って、いい感じでお酒飲みながら話してたんですけど、ここは静岡県だけどなんか愛知県とどこが違うのかなと思いました。つまり新庄原ってところがありましてね、あそこで愛知県から静岡県になりますけども全くわからない、道が平らだから。で境川って小さな川がありましてね、川飛び越せるような川なんですけど、これが境だ。だから頭の中ではですね、静岡も愛知県みたいなもんかなと思ってぼーっとお酒飲んでましたらね、突然テレビでですね、伊豆半島の伊豆の熱川ワニ園の話が流れてくる。あ、ここは静岡県だと思いました。つまりテレビで流れてくる情報はすべて伊豆半島の、今日熱海もそうですけども観光庁の話が延々と流れてくる。それで、あ、やっぱり静岡県なんだなと思って、それで家へ帰ってですね、テレビをつけたら今度は東山動物園の話がですね流れてくる。あ、こういうことなんだと思いました。つまり豊橋は愛知県ですけども、名古屋の方はすごく遠い、で湖西はすぐそば、伊豆半島もすごく遠い。だけどもちょっと足を伸ばすと情報がすべて伊豆半島、ちょっと元に戻ると情報が全部東山動物園っていう、こういう、これが県境なんだってことですね。で私たちは知らず知らずに県境にそのがんじがらめにされているっていうことなんですね。これが今日お話の一つの要点で、昔からそうだったのかなってことを考えると中世ってのは違うんじゃないかなってことが私の一つの話の筋です。それから話前ぶりで長くなる、もう一個だ小話なんですけどね、岐阜羽島って駅分かりますよね。新幹線で名古屋の次のあまり何と申しますか、いっぱい降りたり乗ったりしない駅なんですが、あそこ岐阜羽島って言いますよね。岐阜県なんですが、羽島っていうのはあれはですね、羽栗郡とそれから中島郡のブレンディングで、あれは尾張の郡名なんですよ。だから つまり岐阜羽島は岐阜県だけど尾張なんです。江戸時代以降は美濃ですけども、中世までは尾張なんですっていうことです。つまりなんと、もちろん古代中世の限定した話ですけども、大昔の、美濃と尾張の境は今の岐阜と愛知の境とは全く違っていたっていう話です。だから変な意地悪な話ですけどね、例えば、どう言ったらいいのかな、岐阜県、例えばその岐阜県っていうのは何の国ですかっていうふうに質問した場合に、当たり前ですよね、そんな美濃と飛騨に決まってるじゃないですかって言ったら、実は尾張もあるんですっていう話なんですよ。そういう本当につまんない話なんですけども、そういう話を延々としていきますので、それからここまでは前振りです。それからこのレジュメっていうのをちょっと、明かりもついてますから、こちらだけじゃなくてこの私の配ったこれを見ていただきたいんですが、横書きで初めにと書いてあって、そこちょっと読んでいきますね。現代の日本には県という行政区画があり、私たちは県民の一人として生活している。県の境界はかなり明確です。でかつては国というものがあった。国の境界はどのようなものだったかってことをですね、尾張の国、美濃の国、伊勢の国の境界のあたりの中世や戦国時代のありさまについて資料を読みながら考えていくってことです。ですから次に鎌倉時代ってのがありますよね。伊勢と尾張、一岩城と対馬、この対馬のですね、資料1街道記、これ資料が私のレジュメ読みやすいでしょ、これ言いたいことが書いてあって資料があってというふうに並んでいきます。それでめくっていただくと2番目が鎌倉時代美濃と尾張で、3ページ目が室町時代美濃と尾張、4ページ目がなんて美しい戦国時代伊勢と尾張で、5ページ目が植宝時代美濃と尾張で、6ページ目まで行って7ページ目が植宝時代美濃と尾張だから、美濃と尾張の話と伊勢と尾張の話を順番に時代に沿ってやっていきます。それから中心な問題になりますのはですね、境を考える場合に重要なのは川の流れです。それ海岸線、つまり川の流れと海岸線がどのように変わっていったのかっていうのを、鎌倉時代から江戸時代まで順番に
お示しするというそういうかなり壮大な話になります。そこでこれからスライドっていうのかな、見てまず資料が出てきて、その資料っていうのはこの、私が示した資料の中の重要な部分だけです。これはよくテレビでこのありますよね、こういうふうに出てくる、そういうふうに文字が出てきて、その後地図が出てきます。その交代交代に行きますけども、で問題なのはですね、その地図っていうのを適当に作りました。このお配りしたこのこれ、バラバラにばらけている、これは一緒に閉じちゃいますと比較できなくなりますから、これ自分で作った地図です。綺麗でしょこれ私結構地図作るの好きなんですよ。これこうやって地図を作ったんですが、これ適当な地図ですのであんまり信用しないでください。そもそも川の流れで分かるはずはないんですよ。なんでか分かりますか？中世には地図がないから。現代は地図がありますよね。だから今の川の流れって本屋さんに行けばすぐに分かります。明治以降も陸軍が作った地図とかいっぱいあります。だから地図を比較すれば川の流れがこう流れたってことは、それはすぐに分かります。江戸時代にも村地図とか、あるいは洪水の地図とかいっぱいありますから。ところがですね、鎌倉とか室町とか戦国時代は地図がないんですよ。全くないわけじゃありませんけどね。そうすると川の流れをどうやって想像するかっていうと、どうだと思いますこれね、難しいんですよ。一番いいのはですね、まずですね、明治の地形図を明治の史跡図を見ながら想像する高いところで低いところを自分で作って水を流してみるそれなんとなく分かりますよねって感じがあるんですが、ただ中世はどうなのかとなりますと、これは古文書を使います。古文書っていうのは一番多いのは紀行文、旅をしている人がここで川を渡ったっていう、あるいは戦争の時にここで川を渡ったって、このピンポイントを押さえるんですよね。だから例えばここに渡し場があったってことは分かる。だけども例えばこことここにあったか分かっても、その間をどういうふうに川が流れたかなんてことは誰も分からないっていうことですが、そういうことになると地図が書けないので作っちゃいました。だからこの地図はですね、いいですか、多分こうだったんじゃないか地図なんですだからあまりこの細かいことを文句言わないでください、お願いします。そのことについてはちゃんと注意書きを書きました。初めの最後の方です。4つ目の丸ですね、海岸線や川の流れに注目して地図を作成した。ただこの地図はあくまで推測に基づくイメージ図で、現実には多くの川が網目状に流れたと思われる、川はいっぱいありますということを想定して、とりあえず書いてみたという地図ですので、それをもとにお話をしていきます。はい、もう15分が過ぎちゃいました。だいたい今日は6つの話がありますから、1個の話が15分って考えていただければいいです。はい、じゃあこれから本番です。まず鎌倉時代、伊勢と尾張、一脇と対馬、これ対馬っていうんですよねあそこ、この、紀行文でしてね、もう出してもらっていいですかね、次の街道記、こういうふうに、これはこのレジュメにあります、この中の一番大事な部分だけを引用したものです。鎌倉時代前半の承応2年という年にですね、ある旅人が非常にこの地域東海道を旅をして、紀行文を書きます。この人名前わからないんで、50歳ぐらいの結構知的なインテリなおじさんで、この人がですね、今の対馬の近辺に来るんですよね。その時の、記録がここに書いてあります。この本文全部は読めませんから、大事なところ6、このレジュメによりますと6日ってところがありますけども、三重県の方から来るんですよね。そして伊勢から伊勢の市川脇ってところに行きます。ちょっと読んでいきますと、これが市川脇ですね。市川脇、夜陰に市川脇というところに泊まる。これは桑名の北の方、場所は分かりません多度大社の下です。それで前を見下ろせば海差し入りて、河伯の民牛尾に育まれ、後ろに見仰げば峰そば立ちて、三義の神風に削る。なんかもったいぶった文章でしょでこれ実はすごく面白いんですよ。要するに一脇から見ると前の方は海があったって言うんですね。それで後ろを見ると山があった。これがまさに三重県伊勢の国から東を見た風景なんですよ。続いてこの人はですね、このあとこの文章だけよ、こっちのこれじゃなくて、このあとはですね、岩を打つ波の夜の波は閃光の光を出し、かがなく暁のムササビは孤身の夢を破ると書いてあって、和歌読んでるんですけど、これ読んでるともう時間なくなりますから、
7日の日、ここで一泊したとどうしたかっていうとですね、これが面白いの。市ヶ脇を立ちて、対馬の渡りというところ、船にて下ればと書いてある。船ですよ。で、船にて下れば、こっちの方に書いてますとね、足の若葉、青み渡りて、つながぬ雲も立ち離れず、岸の浮き場に、波は隠れども、釣れなきカエルは騒ぐ毛もなしとやって、またなんか、取り越す竿の雫、袖にかかれたればといって和歌を読んでます。そして、渡りはつれば、尾張の国に移りぬ。だから要するに、今 の, あの三重県から、あの三重県から、三重伊勢からですね、尾張に行く間に海があった。そこで、市ヶ脇から船に乗って、海を渡って対馬に着いた。そこからが尾張の国だって、そういう認識ですよね。さあ、これをですね、なんちゃって地図に作ってみました。じゃあ次のお願いします。これ本当にアバウトの地図です。いいですね。名古屋ここ。ここが名古屋で、佐渡島この辺。で、ここが中村区この辺。これ開発っていうのは今のその海士ってところですね。だから要するにこれ大国口からずっと歩くと結構ついちゃう距離なんです、これ。それで対馬はここなんですよ、ここ。今対馬神社のあるところ、ここに海が入り込んでるっていう風景ですね。今じゃ全然考えられない。そしてそれから西の方に行きますと桑名この辺、それで市脇って分かんないけど対馬の対面だからきっとこの辺で、ここは多度大社ですよね。これが大雑把な話、鎌倉時代の風景だったっていうことが、このありがたい話、この旅人の記録から分かるってことなんですね。で、ちょっと余談ですけど、対馬のこと詳しい方いらっしゃるかもしれませんけど、対馬の駅からですね、対馬神社まで結構距離ありますよね。西に歩いていくんですよ。その途中にですね、日光川って川があって、あそこ元はね、昔川が流れてた。対馬神社っていうのは向島でしてね、西の向島で、つまりその、東対馬駅から神社に行く間に大きな川が流れてたっていうふうに昔言われています。これはこれからその説明しますが、その前は完全な海だったということです。で、ここをですね、旅人はこういうふうに歩いてきて、ヒューッと渡ってヒューッと進んでいくっていう、こういう旅をするんですね。で、面白い話ですけど、今どうなって、今の地図と重ね合わせると分かると思うんですが、ここに木曽川が流れてますですよね。長良川と揖斐川と木曽川が流れてます。木曽三川は奥の方にはあるかもしれませんけど、今の川はですね、非常に急流ですね。あれはね、要するに堤防を作って、要するに暴れ川、つまりそのこうやって収めてしまったから急流になっただけで、昔はただの海だから、要するに簡単に言うとですね、全然怖くないんですよ。要するにただの海だから、波っていうか波はあるけど、要するに絶対に溺れないだから船で平和にスーッと渡れたってことですね。これがその第1話こういうふうに順番に伊勢と尾張の境目がどんな風だったのかってことと、それから美濃と尾張の境がどんなことだったかってことを順番にやってきますので、それからちょっとこの地図で見て分かるように、これ分かります、これ長島です、これ長島はですね、あれ伊勢ですけど尾張の長島って書いてる資料もあります。だからおそらく長島はどっちか分かんない世界だったんじゃないかなっていう感じですね。これが鎌倉時代のあの辺の地域の特徴です。余談ですけど、対馬に私も仕事で行ったこともあるんですが、対馬に行くとですね、わかりますよ、西見るとすぐ山ですよね、あそこ。あれがまさにこの山です。ローカルの話で申し訳ありませんが、で続けていきます。次は2ページ目をめくってください。今度は美濃の方に行きます。鎌倉時代、美濃と尾張、洲又川と尾張川、安治川ですね。今度は鎌倉時代後半の奥公家さんの日記です。次のお願いします。春の宮間寺。これは飛鳥井正治っていう、飛鳥井っていうのは和歌の家でもあり、蹴鞠の家でもあるって非常に有名な
奥下さんで、この奥下さんなかなか面白い人でしてね、京都からずっと旅をするんですが、この非常に詳しい楽しい紀行文を残しています。文章多いですがゆっくり読んでいきますね。角俣、これは大垣市の角俣、角俣分かりますよね、角俣の状況です。あとで地図を出しますので、角俣ここにありますよね。16日暮れて角俣というところに着きぬ、これ分かりますよね。でこのところ、この辺が面白いんですよ。このところの様、川よりははるかに里は下がりたり、前に包みを高く突きたれば山のごとし、くぼみにぞ家どもある、天井川だったってんですね。それで里の人の言うよう、水入れたるときは船この包みの上に行く、空に行く船とぞ見ると言うよう聞けば、天の八頭船の飛びかかりけるも、かけりけるも各やとぞ聞き至る。これ面白い記事ですね。つまり角俣川ってのは包みをいっぱい築いたので水が かさばって高かった。で人家の方が下にある。今でもよくある風景ですこれ。だから水がいっぱい水かさますと船が通りますよね。船が飛行機みたいに見えた。船が空飛んでたっていう、そういう面白い記事です。で角俣川ってのは大変な大河です。そしてですね、この後ですね、この日彼は角俣に泊まるんですよね。その後次の日に今度朝早く起きて、夜明け果てて川の包みに行ってみれば、この川は美濃と尾張との中に流れたり、あ、この川が美濃と尾張の境なんだって認識するわけですね。で当時の旅はですね、朝早く起きるんですよ。だからつまり早い話が4時か5時ごろに起きてね、そして出発するんですね。なんで余談ですけど、なんでかっていうと、当時は夜道は怖いから、4時ごろにはもう宿に入らないと危ないんです。だからすごい健康的な旅です。ちょっと飲んでも大体その早く寝て、そして朝3時ごろに起きて4時半ごろに出発して、歩いてるとちょっと太陽が出てくるっていう、そういう感じの旅をするんで、この場合にはちょっと遅れて、この日は目的地が近かったもんでね、夜明け果ててってわざわざ書いてる。明るくなってから出たら立派な川があったっていうんですね。こういうふうな記事で大体分かってくるんですよ。でこのあとですね、ここまで読んで次に戻りますけど、これこのあと、ここが大事なんですけど、この辺り近く川面に高桑の宮とて正成の御子の御相にてお和式っていうところがあって、この川面に高桑の宮の別荘みたいなのがあったって話で、これも全部読むと大変なことになるのでちょっと省略しますけど、この2ページのところのこの枠で囲ったものをちょっとせっかく作ったので、この渡り近く川面に高桑の宮とって正成の御子の御相にてお和式と言ってこう見ていったんだけど、あとは残ってなくて悲しかったみたいに書いてますね。その後食い瀬川ってのがあって、食い瀬川は早く深くして恐ろしき川なれども、征夷将軍の御台所近きほどに下り玉を取って浮橋渡りたれば、思うことなくて渡りのっていうふうに、もう一個川があったことが書いてあります。それから玉の井の宿人と蝉市には、三つ葉四つ葉に作り重ねたりしが焼けて、藁屋の軒竹の網戸いまだおろそかなり、これ呼べの宿よりにいないと。玉の井ってご存知ですよね。一宮のそこ、玉の井 を通ったと書いてあります。ですがこの人は角俣川を渡った後、高桑の宮の別荘みたいなところを見ながら玉の井に行ってるわけですね。でこれを地図で再現してみます。次の地図をお願いします。これです。ですね、角俣は、分かりますね。これが角俣、ここです。大垣この辺。それでここからですね、玉の井ここです。玉の井分かりますよね、玉の井。それから一宮はこの辺です。で黒田はこれ玉の井が黒田に、黒田ってところ分かりますか。木曽川町の、元木曽川町、今は一宮に合併しましたけど、ここも大きな町なんですね。だからこの人は角俣で川渡ってこういうふうに行ってるんですよ。それで面白いのは、その高桑ってここにあるんですね。でこの人はですね、川面に高桑の高桑にあった、皇族の別荘を眺めながら歩いたと書いてますよね。その川面の川とは何なのか、この川です。つまりこういうふうに流れて、こっちからかこう流れている川があるんですね。これが現在は境川って言われてます。これ
で、もともとこれは尾張川っていう川です。つまりこの川がもともとの国境の川だったんです。いいですか。これ大事な川なんですけど、この砂又川っていうのはこう流れて、この美濃と尾張を分けてますよね。で、逆にこれは要するに木曽川と同じ川なんですよ。木曽川の方からこう流れてきて犬山のところですね、そこを通ってぐにゃぐにゃ曲がってこう来てる川がこういうふうにぶった切ってこうつながってる、これが尾張川。これは明らかにここは全部尾張だって言うの分かりますよね。だからこの川は尾張と美濃の境はこの砂又川とこの尾張川できれいに分かれていたっていう、そういう話です。それでですね、この尾張川っていうのはどんなものかってことをもうちょっと詳しく説明したいので、次の地図をお願いします。これちょっと見にくいんですけどね、いいですか。一つ目の地図がこの辺、これとくっつけたわけ、これ要するに一脇と対馬です。これは最初に見た地図ですね。今見た地図がここです。この2つをくっつけるとこうなる。だからこの辺の川はよく分かんないけど書いちゃったっていう話です。そして面白いのはですね、このぐにゃぐにゃ曲がってるこの川、これがですね尾張川です。でこれよく見ていただくと、豆戸ってところがあって、それから磁器の渡りがあって、これ木曽川と全然違うってことは気づきました。今の木曽川はですね、まっすぐ突っ切ってます、ここのところ、こういうふうに。その辺の地図を書くのをちょっと書くそこまでしなかったんですが、どう言ったらいいのかな、ここに岐阜がありますよね。岐阜にお城があって、お城から眺めるとすごく景色が良くて木曽川見えますよね。そこは昔の木曽川ではございません。昔の川はもっとね手前を流れてたので、なんでこれが分かったかと申しますと、この豆戸っていう地名と、それから磁器の私が、それから砂又なんですが、来年の大河ドラマで北条義時が主役になりますね。承久の乱ってご存知ですか。1221年に後鳥羽上皇が義時追討の命令を発して、それを幕府が抵抗して攻め込んでくるわけですね。幕府の軍勢が、こう幕府の軍勢がこう攻め込んできます、一宮から。それに対して官軍っていうか上皇方の軍勢が配置されるわけですよ。その配置された場所は全て川のそばだった。当たり前ですよね。 川のところで待ち構えてるわけです。その時の軍勢の配置を示す記事が吾妻鏡にありまして、そこにきちんと砂又の私には何とかさんがいる、それから磁器の渡りには誰が守ってる、豆戸には誰が守ってる、ついでに一脇にも誰が守ってるというふうに書いてありますので、戦争の資料っていうのは川の資料になるんですよつまりその川の前で守ってればさ、敵の攻めてきた時に撃退できますよね。そうするとその資料から復元すると、当時の尾張川は湾曲していた。つまりこれポイント、ここからキューッとまっすぐじゃなくてぐにゃ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 曲がってる。加賀原ってところありますよ。あそこにその飛行機がいっぱいあるところありますよね。あそこら辺がちょうど川のなんていうのかな、あったあたりかなと思いますけど、こんなふうに全てのことがこれ実は想像ではありながら資料に基づいていて、豆戸と磁器と砂又ってこういうふうに流れてる。それからそのここに味香川って川が、これは今言ったもう一個川があったのは後に味香川と呼ばれてるんで、ここに書いておきました。そんな感じで鎌倉時代の状況っていうのはまあこんな感じで見ていけるんですね。ちょっと結論だけやっちゃうとすぐ終わっちゃうので少しゆっくりいきますけど、じゃあせっかくですから2ページ目をですね、その鎌倉時代のところの最後のところのこの枠の下を少し読んでいきますかね。ゆっくりやっていかないと話が混乱しますので。飛鳥山沙織は11月26日に近江の番場を出て夕方に美濃の砂又に着く。宿場の前に大河がある。堤を高く築き民家より川の方が高い位置にある。17日にこの川、美濃と尾張の間を流れるを船で渡る。その後正治は陸路を東に進む。近くに川があり、その向こうに高桑宮の住まいの跡がある。この川は現在の境川にあたる。
かつては尾張川と呼ばれ、美濃と尾張の境境界になっていた。現在の木曽川いる北を湾曲しながら流れていたということですね。それから、日高から流れる砂又川、現在の長良川ですね、信濃から流れる尾張川が美濃と尾張の境になっていた。現在の木曽川の下流は存在していないということです。これ長良川、これが長良川って言いますけど、長良川って言ったのは昔からではなく、これ一般に砂又川と言っていて、あとたまに日田川って言います。日高から流れてくるから。だから川の名前っていうのはコロコロ変わるんですよ。で、川自体が自分の名前を主張するはずはありませんから、いろんな名前をするんですね。だこの川は長良川はもともと日田川とか砂又川と呼んでいて、こんなふうに流れている。それから木曽川は、木曽川っていう時もあるんだけど、基本的には尾張川っていう言い方が多くて、もともとこう流れていた。それからもう一個、揖斐川はですね、あれはね、基本的に杭瀬川っていう部分が一般的で、流路変わりますけど、これは昔からあったんですが、今の流路と違うみたいですね。ですけども川あったことは間違いないっていう感じで、3つの川は存在するんだけども、ここに木曽川がないっていうのが一番大きな問題点ですね。で、こんな感じで、まず鎌倉時代の、状況っていうのが大体把握できたと思います。はい、これで大体、30分ぐらい終わりましたねちょっと水を飲ませてください。すいません。一生懸命地図作っても喋ったら一瞬なんですよ、これね、本当に それからちょっと言うの忘れてましたけど、この研究は私が初めてやってるわけではなくて、もちろん今までの研究者がいろいろとことを書いています。私の大学時代の同僚で江原正治さんという方がですね、東海道に関する本を書いてます。それからこれは本人の要求は得てませんけど、私の卒論生が結構ですね、このテーマでもって論文、いい論文を2本ほど書いてまして、私その中身と、私が指導したもんで一応勝手にパクってる状態があるかもしれませんけど、一応ここでお詫び申し上げておきますけど、そんな感じで、ただ研究は非常に少ないかなとは思いますけども、はい、それでは鎌倉時代は一応こんな感じかなっていうふうにいくんですが、次は南北朝室町時代ですね。で、じゃあ次の資料をお願いします。ですね、鎌倉時代には砂又川を渡って東に進んだところに川が流れてましたけど、これは安治川っていうんですが、その安治川は資料に出てきます。ちゃんと室町時代になってはっきりと、鎌倉時代にも少しはありますけどね、全部出すと大変なので、慰め草、これは正哲っていうですね、お坊さん、歌人のお坊さんなんですけど、これが室町時代に京都から、旅をするんですね。美濃を通って尾張に赴く、ちょっと京都からの旅の話しますけどね、せっかくですから、もともとですね、京都からの東海道っていうのはどこを通ってるか分かりますか？東海道っていうと、私たちは東海道新幹線を思い出しますけど、美濃は東海道じゃないんです。あれは東山道ですつまり東海道は伊勢を通るんですね。京都から伊勢から、それから尾張を抜けて三浜に行く、これが東海道です。ところがですから最初の街道機は開発を通ってましたね。だから西から行く。ところが2つ目に読んだ春の宮間寺は美濃街道、美濃経由できてます。で、実はですね、今でも新幹線の経路って、実はあれは関ヶ原経由ですよね。でもあれ、もともと東海道線っていうのは両方あり得るわけで、桑名通ってもいいわけじゃないですかでもなぜか関ヶ原経由になっていったってところがあります。それで、実だから本来ならば桑名を通る伊勢経由が正式なんだけど、美濃の方になっちゃったってことですけども、実は昔から美濃経由は栄えてるんですね。なんでかっていうと、いい道があったからだから当時の人は別に東海道じゃなくてもですね、東海道っぽいところの美濃っていうのは、だから近江から美濃を通って、途中までは東山道なんです。あれ、近江も東山道です。それがいつの間にか東に行くと信濃に行くけども、南に行くと尾張に入っていって東海道になっていくという、そういうことですね。それから大事なことはですね、岐阜は当時は交通の要所ではございません。むしろ大垣です大垣あるいは垂井だから、
性能の方が栄えていた。あまりいろんなこと言うとまた問題起こしますけど、性能の方が実は交通の要衝で国府もあった。で、岐阜というのはその後の時代に斎藤道三とかいろんな人が来て勃興した町で、簡単に言うとですね、東海道新幹線のルートの方が昔の道に近いってことですよね。要するにその岐阜から大垣に行くんじゃなくて、これかあれカクカクっとしてるでしょ。まっすぐ行くと要するにすっきり行くってことで、そういうふうなことだってことを理解して話を見てください。それで話戻しますと、この名草仏っていうのはこの、資料3番見ていただくと、この須磨又川は美濃尾張の境とかやって書いてあって、最初やっぱ須磨又川を見るわけですよね。やっぱ同じく美濃尾張の境と書いてある。でこのあと川岸にのぞうちのぞみたれば、これはこっちの資料3番の方ですけど、3ページの資料ですけども、船は向かいにあるほどにて時移りまで眺め犬とずっと、見てるんですね。このあと面白いですね、子供たちの記事があって、これ面白いんで少し読んでみますね。とばかり開いて里の子のせりかなにぞ片身に積みもしたる三四人沖縄の追いかがまりたるなどぞ乗りぐしてきたる。これ子供たちが来てるんですよね。オラーベの船より折り金はべるを子にや孫にや助け下ろしなどして、我も意味じく苦しげなるも何となく哀れにぞみはべりし、水鳥どもの川瀬に群がりたる意図を面白し、船人もなおこう思う水鳥の須磨又川波心せよ。風流の話ですね。だから須磨又川の船に乗っている親子、おじいさんと孫かなの、微笑ましい風景っていうのをですね、彼は書いてるんですけど、こんなどうでもいいんですけど一応読んでしまいました。その後彼はその大事なのはその後、アジカおよびなども同じように越えすぎぬとシャラーッと書いてます。この後アジカおよびなども同じように越えすぎぬ、これではっきりしますよね。アジカにも川があって、およびにも川があった。そしてその後この3ページ目の資料を見ますと、黒田というところに古を緑子のほどより育みし人の今は誠の親の様子が似てありと聞きしとあって、この黒田というところにですね、今の木曽川町の黒田ですね、なんか若い頃から可愛がった人がいたんですよ。その人に会えるかもしれないと思って彼はいい気分で旅をするって書いてあって、その後は長い文章なんで省略しましたけど、ここではっきりとアジカおよびなども同じように越えすぎぬと書いてあります。それで次の地図お願いします。これをですね、非常に分かりやすく説明とここになります。ここが須磨又です。これを見たことある前の地図と同じでしょ。これこうやってここにこう渡っていくとアジカ川ってのがあります。これアジカってところが今でも地名が残ってます。アジカを流れるからアジカ川、川の名前ってその地名に由来します。隅田川は隅田を流れるから隅田川。それでアジカ川のアジカ川ってところに実は今でもこの辺に川の流れがあるんですよ。ちっちゃな川ですけどね、当時は。でこういうこのアジカ川を越えたっていうふうに、これよくわからないけどきっとこんな感じに流れたんだろうなと思います。それから本当にすぐですね、すぐおよび川になる。ここにおよびって地名があります。今北および、南およびっていう地名なんですけどね、およびここしか、だからおよび川はおよびをかすってるからおよび川っていうんですね。でこれはおそらく両方ともこの尾張川の分流でこういうふうにいくつかの流れがあって、でこの室町時代にはこの安治川とおよび川は結構な大きな川になっていたので、日記にこういう紀行文に書かれたってことです。でおそらく私の推測ですけども、ここにあるそのこれがもともとの境川だから、 川っていうのはちょっと川の話しますけどね、川の変化っていうのは面白いんですよ。つまり川というのはだん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 変わるわけじゃないんで、一瞬で変わるんですね、水だから。それで地震が起きたりして地盤が変わると水道の蛇口がですね、変わった方に流れてくる。要するに弁がですね、要するにその変わると右側に流れてたのが左側に流れてることありますよね。だから割に簡単に川の流れっていうのがですね、変わるって川の水量が変わるんですよ。そうすると例えばこれは推測ですけどね、簡単に言うとこれが尾張川ですね。この川はもともとこう流れたはずなの。こっちの方が大河で、こんなところに川あったかもしれないけど、ちっちゃな川だったと思うんですよね。ところがおそらく地震でしょうね。でなんだか分かんないけど地殻変動が起きてダーッダーッと流れるようになってくる。
そうすると水の分量は一定ですから、ここの川は干からびる。そして今のような境川っていう小さな川になっていくっていう、そういうことが想定できるわけですね。これがあの室町時代の大事な資料です。で次にあともう一つですね、室町時代の安治川親指川に関わる資料があります。もう次の蘭富士記っていうのをご覧ください。これはですね、ここに書きました永享4年っていう年ですね、あの西暦で1432年、六代将軍足利義教って、この人はまあ有名な将軍で、くじ引き将軍って、あの くじ引きで将軍になった有名な人で、まあ、真面目な人だったんですけど、最終的には赤松光助に暗殺されるっていうですね、ちょっとかわいそうな将軍なんですが、この将軍はですね、まあ、非常に鎌倉室町幕府の最盛期の将軍で、関東にいるですね鎌倉公方とちょっと対抗心を持って富士山を見たいっていうんですね。そして旅をするんですよ、富士山のそばまで。でその時そのお月のですね、あの お坊さんがですね、和歌を読むお坊さんがついてですね、まあ、従軍記者みたいなもんですよね、あの旅の様子を和歌と一緒に書くんですよ。その時ですね、この蘭富士記っていうのを書いた行幸という旅人のですねところ、日記、ちょっとこれあのここだけだとちょっと時間ありますから、ちょっとあの3ページ目の資料を読みますと、須の又川は京王かるところの様なりけり、川の表糸広くて、海面などの心地しゃべり、船橋はるかに続きて後人せえば暇もなし、あるは木々のもと立ち呼びて、そこの庭の向き覚える方もあり、お船からめいて飾り浮かべたりといって、まあやっぱり須の又川は立派なところで、船橋ってのがはるかに続いている。この船橋っていうのは、これ実はあの船をくっつけてですね橋を作るんですよ。そういうあの簡易な方法ですよね。でその後ここにちゃんと書いてあります。尾張の国及び川にてと書いてあってですね、ここに我が君の恵みは遠く及び川、豊かに住める水の音かな、わかります。つまり及び川ってところに来た行幸は、我が君の恵みは遠く及び川、豊かに住める水の音かなって読んだ。この我が君ってこれは天皇ではありません、将軍です。だからこれ完全なおべっかの和歌。かわい大変ですよねって、あの将軍一行についてくる、あの和歌、あの機嫌取らなくちゃいけないから、気の短い将軍だから、変な和歌書いたら殺されてしまう。だからビクビクしながら機嫌を取りながら、で我が君の恵みは遠く及び川、豊かに住める水の音か、このでもこれいいですか、及び川に来て我が君の恵みは遠く及び川、これは謝礼です。恵みが及ぶってことと、こうかけて、かけ言葉っていうかね、要するにまあ一種の謝礼ですよね、というふうな、こんな感じで分かる。この謝礼はどうでもいいんですけど、この時には及び川がある。しかもここで分かるんですが、安治川が書かれていない。安治川はなかったかどうか分かりませんけど、あんまり印象残んなかったんじゃないかな。ってことはやっぱり及び川って川がこの時期にはおそらく結構大きな川として認識されていたってことが分かります。でその後この3ページの資料の4によると、折津のお泊まり、たるいより十里開発など過ぎて、アスタの宮の神前に詣でて、御道すがらのお祈りなど申しはびりきとあって、折津ってところ、折津は今のあの稲沢のあの東の方で、この宮のあたり、この宮の東で、まあ、あの辺 の川のそばですけど、あそこは実は室町幕府の守護所が、室町時代にはここを治めた守護っていうですね、県知事みたいな人の役所があったんですね。だから大都会です。そこは開発を通って朝鮮神宮の前に行ったという、そういうふうに書いてあります。これが、まあ室町時代のその尾張と美濃近辺の状況で、及び川って川が大きな川になっていったということを頭に置いておいてください。はい、次はまた今度は伊勢の話になっていきます。次の資料はこれですね。ちょっとこれは結構ゆっくりやっていきます。早朝手記という資料です。あのレンガ師っていう職業分かりますか。レンガっていうのはあのレンガの話はするほどもことでもないですが、まあ、和歌の上の句と下の句を交代交代に、要するにまあマジカルバナナみたいなもんでして、ね、連想ゲームみたいなもんで、高級連想ゲーム、これが実は戦国時代には爆発的な人気を博して、当時の武士たち、あるいは公家たちは含めてレンガに夢中だったんですよね。そしてレンガの僧正っていうあの偉い先生はモテモテで、
旅をしながらいっぱいお金をもらって旅をしているってそういう状態です。有名な葬儀っていう人がいますけども、この総長はその葬儀の弟子で結構おじいさんです。この総長は今 の, その京都の近辺の滝木ってところにうちがあるんですが、大変な人でしてね、静岡県 の, 駿府のそばの渦山ってところにも別荘を持ってて、静岡と京都を行ったり来たりしてるっていうそういう人生を送っています。その途中でこの近辺も通るんですが、非常に面白い紀行文を残してくれています。それが総長式の大6年の対馬に行った話ですね。この時は対馬から桑名に向かいます。ちょっとこれはほとんど省略せずに読んでいきますね。分かりますよね。同じ国対馬へ立ちはべるとあって、旅宿はこのところの昭和区院、領主小田宗大、祖父の三郎、レート寺愛林、折り紙などあり。この祖父の三郎はこれ織田信秀です。信長のお父さんです。で、包みゆく家路は茂る足場かなっていうふうに和歌を読むんですが、この後の記事が面白い。このところおのおの包みを家路とす、包みのところに道があったそれから橋あり山頂余り瀬田の長橋よりはなお遠かるべし。これが前に言った対馬の駅から対馬神社に行くところにあった川に架けられた橋です。その図書けばよかったけど、ちょっとそこまではちょっと、およびそのまた、ここが一番大事なんだ、およびそのまた川落ち合い近江の海とも言うべし。つまりその対馬神社のところがなんと2つの大河が流れ込んできてたっていうんですね。落ち合って、そして近江の海、これは琵琶湖です。琵琶湖みたいに見えたということになります。だからその対馬の風景、これからちょっと地図を出しますけども、対馬ってところは今は陸地ですけども、当時は最初は海だった、海に面していた。その後はだんだんその土がというかその陸地が増えてきますけども、やっぱり川が流れていて、その川のには橋がかかっていたというそういう風景ですね。今の対馬神社 の入り口のところ、門のところです。まさにあそこに橋がかかっていたということですね。それを非常にリアルに考えれば、現地に行くと結構楽しいんですけど、そこちょっと引っ込んでるんですね。でその後、ここで言いたいことはですね、対馬の人は桑名の人と友達だったって話で、対馬と桑名は非常に深い縁があって、船で行き来していたってことが一番重要なことです。ちょっと読んでいきますと、ですね、桑名まではということですね、橋のもとより、橋のもとより、ここまで読みましたよね。橋のもとより船十余艘を飾りて、若衆奉仕誘引、この川面の里だと数を知らず。船をですね、十余艘チャーターして船旅をするんですよ。それで何するかっていうと、橋の下から船が出発します。そして若衆と奉仕誘引、これはちょっとこんなところで言うと、若衆ってのは美少年ですかねそういうこれは本当のことなんでね、若衆ってのはそういう世界です。奉仕はお坊さんだけど、一種の芸能民です。そういった要するにインターテインメントの世界なんですよね。これから船遊びが始まります。これがなかなか大変な船遊びで、桑名までは下水三里ばかり、舞い歌い笛包み太鼓、船旗を叩き刺さずして流れ渡りしないと。だからどんちゃん騒ぎをしながら三里の旅を楽しくやったって書いてあるんですね。そして面白いのはこれです。桑名より向かいの船歌いののしり、差し合わせこぎ違え、送り向かいの船一つになりて、心もとなくぞ下りはべし。なんとお迎えが来た対馬からですね、桑名に行くときに一方通行じゃないんですよ。総長ご一行様の船が行くと、待ち構えて桑名の人はですね、待ってられなくてですね、わざわざそれもだから騒ぎながらお迎えの軍団が来る。そしてですね、一緒になってよろしくお願いしますって言って、集まった後今度は一緒に桑名に行くんですよ。そういうなんかもう見るも楽しい旅をしてるんですね。そしてどこまで読んだっけ、こういう感じでですね、かなりその目立った旅をするんですね。その後ずっと書いてあって、その後彼は桑名に泊まります。で桑名も当時は大都会、今でも都会は都会ですけど大都会です。
で、この状況はこう書いてあります。この津南北、美の尾張の川一つに落ちて、港の広さ五六町、寺寺家々数千軒、聞こえる最古とも言うべし。これが当時の桑名の風景です。で、これをですね、で、この4ページのところの、真ん中辺に丸がありますから、少し読んでいきますと、鶴又川と上尾川が津島の北で合流し、津島の中を大河が流れていた。総長の一行は船に乗って桑名に向かう。桑名から迎えの船がやってきて、一緒に桑名に向かう。津島と桑名は海と船でつながっていた。これが一番大事なことです。まさに越境地域なんだけども、越境って何って感じ、まとまった地域だったってことですよね。それから、その次の年もですね、今度は桑名から津島に行くんです。これは映像のこれはありませんけど、このレジュメをもとに読んでいきますと、翌年ですね、朝日日長を過ぎて桑名東雲、一里ばかり迎えにとって、おいおい若衆来て日暮れ東雲湾、翌日レンガ工業って若衆を集めてレンガ会を開いて、26日、尾州津島、川のほど三里ばかり、桑名州老若、船にて動か水を差し伸ばせ、崇拝の中、津島よりまた向かいの船に乗り移り、奥湯の船もしばし川上に浮かべて差しあらず、見送り見返りてぞ隔たりぬる、とありまして、やっぱり今度は逆にですね、桑名から津島に行くときには津島の人が迎えに来る。で、この場合にはですね、一緒に津島には行かないんですよ。なんでかというと上流だから行きにくいの。だからこの時はどうするかというとね、旅人がね、船から船に飛び乗るんです。面白いでしょ。つまり桑名から、例えば私があの蓮華師の様、ご一行様としますよね、途中まで桑名の船に乗っていくんですよ。すると津島の船が来るでしょ、とくっつけるんですよ。そしてまたぐんです。そして次の船に乗り移って、そこからは津島の船に乗って津島に行くという、こういう連携プレーを取るということが分かりますよね。こんなふうに、その当時の桑名と対馬っていうのは非常にまあ仲良しで、町ごとにその連携プレーを取りながら、その蓮華師のご一行様の送迎をしていたってことが分かるわけです。で、これをですね、地図に置くと、ちょっと次の地図お願いします。こんな感じですね。本当なんちゃって地図ですけど、これが対馬で、この川がですね、まさにここに対馬神社があって、ここに対馬の駅があるんです。それで上流に行くと、小指川と砂又川がこんなふうに合流してるんじゃないだろうかっていうふうに作った地図です。この2つの川が流れてきて、ここにドドドドッと海に来て、で、ここから船でヒューっていくと、おそらく長島をこうまたいで、こういうふうな感じで桑名に着く。これ長島ですからね、これがね。だからおそらくこの辺からこういうふうに逆にこう行って、こう行くと。これ三里です。だから非常にちょうどいい感じの船旅ができるっていう、そういう環境だったってこと、今では想像つきませんけど、あそこ川も流れてませんし、ですけど、今もう海岸線がこの辺になってますから、こう全部ダーッと三本の川が流れてますけど、昔はこんな風流な世界で、高低差もそうありませんから、そんな波に現れることもなく優雅な旅がこうできたっていうことかなと思いますね。だからどうでしょうかね、今でこそ三重県と愛知県っていうのは近いけど、川を落ちたら死んじゃいますよね。川、ごめんなさい、表現が悪くて、急流ですからね。ところが中世は川が優雅だから、船で簡単に渡れたってことです。だから今鉄道とかでもってつながってますけど、今でもまあ、だから三重県と尾張はつながってますけど、中世は鉄道はなくても船で割合に普通にこう交流してたんじゃないかなっていうことが分かります。それからついでに桑名っていうところはですね、やっぱり都会でここを交流しますし、こちらに行くと今度は飛鳥神宮に直結する七位の渡しでつながりますので、一種の水上交通の要衝ですね。はい、これが戦国時代の話で、だいたい1時間経ちました。もう1時間弱ですね。これで半分弱ぐらいです。半分強だもん。ちょっと休みますね。結構疲れますね、こんな話で、なんか淡々と事実をしゃべるって。これが歴史研究ってものでございまして、あんまりインターテインメントしなくて申し訳ないんですけど。はい、
ここからまさにザ・戦国時代になりますから、少しは面白い話があるかもしれません。これここが大体この地図、それで次の地図ですかね、もう一個地図があるかな、これです、これがこの段階のまた合成図です。今言ったこの地域が今のここです、ここがほまたですよね。でこのここが今言った小指川がこう大きく出てる、だからこうなっちゃったわけですね。つまりもともとこの川がこうあって、こうあったその川がいつの間にかこちらが支流になってくるって、これが非常に決定的な違いです。つまり古代はこの木曽川という名前は当時からもありますけども、尾張川がこう流れてこういうふうにまっすぐ行って、ここでもってぶつかって、で普通にこうなりますから、木曽川って川と長良川って川は実はここで洲本で合流したんですよね。それがですね、いつの間にかここからなぜかこういう流れになっていって、小指川の方が主流になっていった。これが決定的な室町時代から以降 のこの地域の川の流れの変化です。そうしますとね、でだからで この辺、これはちょっと問題なのはですね、尾張の国ってどっかっていうと、これがずっとこれが大体尾張なんですよね。本来はこれが尾張の国で、ここ全部尾張の国です。で美濃の国はこれが美濃の国ですね。ところがこの辺の人はね、なんとなく美濃っぽいでしょつまりこの川は大した川じゃなくて境界にならない、こっちの方が境になる。そうするとこのそれまではこの川が境だから、ここはここの辺の人は尾張の人だと思って自分たちは思っていた。ところがこの川が大きくなると、なんかこっちの方が近くなるそうすると本当は尾張なんだけど美濃っぽいという、そういう地域が生まれてくるんですよね。でまさにここに岐阜羽島がありますということです。でこのその辺のですね、話で次の話に行きますけども、次の、5番目の資料、次の資料に行きますが、じゃあお願いします。ここは少しドラマティックな話です。少し政治的な話なんで、あれですけど、清洲会議って聞いたことあります織田信長が亡くなった後ですね、信忠っていう長男も亡くなってしまっていて、そして誰を織田氏の家督にするのか揉めた事件で、映画でもなりましたけどね、あの時織田氏の家老が4人いたんですよ。これ全部入れたら結構戦国マニア柴田勝家、それから羽柴秀吉で、丹羽長秀、もう一人は池田恒興の4人です。でこの4人がですね、いわばその宿老としてですね、やるんですが、実はですね、この困ったことに信長の子供の2人、信雄と信孝ですね、これがですね喧嘩をするんですね。なんで喧嘩するかっていうと、もともと尾張と美濃は両方とも織田氏の所領です。織田氏はもともと尾張から出発して、信長が尾張を統一した。でその後岐阜を取って、美濃の国も織田が手に入れた。で結果的に信長が亡くなった、信長が生きてる間、信忠が全部、長男が後を継いだ。でも長男もお父さんと一緒に亡くなってしまった。そして、残った次男と三男が喧嘩をした。で喧嘩っていうか、まあ、いわばライバル関係になった時に決めたんですよね。尾張は信雄、美濃は信孝。そしたら問題になったのは、その今言った尾張だけど美濃っぽいところがどっちなのかでもって大喧嘩が始まる。その資料が、この資料7番です。これはごく一部だけ出しましたので、せっかくですからこれもったいないので読んでいきますね。まず最初に食宝時代、美濃と尾張、織田信雄と織田信孝の戦い争いというところの丸を読んでいきますと、美濃と尾張の国境は尾張川だったが、室町時代の頃には小指川に多くの水が流れるようになっていた。小指川と尾張川に挟まれた地域、西は洲本川は制度上は尾張の国に含まれるが、大河の西にあるので美濃の国の一部のように認識されるようになる。だから境界は変わるんですよ、認識として。そして天正10年、織田信長が応死した後、この信雄が尾張、信孝が美濃を領することになるが、両国の境をどこにするかをめぐって争いが起きる。信孝は大河、小指川を境にすべき、信雄は本来の国境を境にすべきと主張する。当たり前ですよね。だから信孝の方は少しでも領地が多い方がいいから、川の西は俺のもんだという。で織田信雄は、いや国切りだ国切りだっていうふうに言う。その資料が実は柴田勝家の書状なんです。
柴田勝家っていうとなんかいろんなイメージがありますけど、これかなり有能な武将だったことが分かりますね。柴田勝家がですね、天正10年9月3日本能寺のですね、3ヶ月後ですね、丹羽長秀に出した当てた手紙です。これ読んでいきますね。古文書です。これ結構難しいんで現代語訳をサービスでつけておきました。最初ですね、昨日一昨日昨日の五条三日美濃国下着拝謁訪問にそろ、ちゃんとお手紙、何日の手紙が何日についたかってことをちゃんと書くんですね。まあ、一昨日と昨、これは読めば分かりますよね。三日の美濃国に手紙がつきました、拝見しました。でその後、美濃境目のこと、美は終わり、濃は美濃です。この方へもご兄弟より同じことに仰せこされそろ、私のところ柴田勝家のところにもですね、信勝信孝の兄弟から皆さんと同じように同じことをあいつらっていうかご兄弟様はおっしゃってますと。両国ご兄弟様へ相渡す上、国切りはもちろんにそろ、まあ、ちゃんと社会を決めなくちゃいけない。でこの後ですね、三七郎殿、これは信孝です。三七郎殿は大河切りに来れなくば下々の諸九人、国の百姓以下までも申し事しいだし総来ば叱るべからざるの上、大川切りに前々も、無事と総来ば相分かり候間、東にては三軍まで終わりへ相越し総来ども申し事なきように川切りと仰せられ候。これ長いんですけど、ちょっと訳しますとね、こう言ってるんですよ。三四郎の信孝は大河切り、つまりその及び川ですね、を境にしなければ下々の諸九人とか百姓たちが文句を言うだろうって、こういう言い方なんか自分が欲しいんじゃない大したもんですね。自分がその自分の欲得でですね、そのあの地域を自分の美濃にしようと思ってるわけじゃない、地域住民がそう考えてるんだって、この発想ですねやりその話です。九人たちも百姓たちも自分たちは美濃だと思ってる。だからもしもあそこが終わりだって言われたら文句言うだろうからまずいんじゃないのって、これが信孝の言い分です。そして昔から大川切りになっているので、まあ東の方ではいろいろとあるけども、まあ、みんなが文句言わないように川切りにするっていうふうにすべきだっていうふうに、これはかなり強烈に言うんですね。ところが三助殿、これは兄の信勝です。映画では妻夫木君がやったやつです三助、ぼーっとした三助。三助はですね、国切りと総来でご同心だし、いや尾張の国は尾張の国だと言って了解しなかったっていう話ですね。でこの後もせっかくレジュメを作ったんで少し読んでいきますと、その分に互い、この後はもういいんですけどね、その分に互いに愛極めるにつきて両4人より奉行をもって境目を相立て総来と仰せられることにそろ、ちゃんと両4人、これは、柴田勝家と羽柴秀吉と丹羽長秀と池田恒興です。で、ちゃんと奉行でもって境目を決めろっていうふうに言われた。要するに、まあ、家老たちに丸投げされたんですよね大変ですね。ところが両三人次第に我らも奉行を参らすべく候をし、一昨日両方へご返事申し入れ候。両三人というのはこれは三人という意味で、つまり勝家が自分以外の人と同じように自分も奉行を出しますよとその二人の兄弟に言った。だけど考えてみたらですね、これって織田氏の内紛だから自分たちはあんまり出しゃばらない方がいいと勝家は思ったらしいですね。三助殿へは紀書五条のごとく境目の国人双方のご奉行を出され、お極めなされごもっともの良し書きつけ申せしめ候。ご存分のごとく双方宿老中入れられ、国の案内者ども呼び出され、愛極められしかるべく候。なんでこの話をですね、私とか秀吉とか丹羽長秀とか池田恒興みたいな関係ない人がしなくちゃいけないんだっていうそもそもこれは兄弟で決めればいいっていう、そういう発想、なかなか立派なもんですね。だから織田信孝と信勝の方から自分の関係者とかよく知ってる案内者を出して決めてくれればいいんですけどねっていう、そういう意見ですね。これ大したもんなんですよ。でその後、境目においては紛れあるべからず総来ども互いの下々出入り申し出総来ば、その時に至り奉行を使わししかるべく総来わんや。まず第一ラウンドとしては、信勝と信孝という当事者の方で自力で解決して、それで問題が解決できなかったら僕たちが頑張ってあげようよっていう、そういう上から目線っていうか、まあ当たり前ですけどね、言ってるわけですよね。それで何編にも申し断じ同編に裁判せしめ仰せらうことなきのように地層せしめき候。
だから丹羽長秀に対して私と一緒に協力しましょうよって言ってる。でこの後が面白いんですけどね、池勝、池勝、八区ほど遠く候の間、騎士を我ら義は同然に申したんずべく候。これ分かります？池勝とこれは池田正三郎、八区は羽柴筑前守。昔の人はね、こういうふうにね、戦国時代の人はこれ好きなんですよ。あの今で言えばキムタクは違うけど、あの松潤みたいなやつ要するにあの名前をフカキョンとかねそれあれって実は戦国時代にはみんな祖父に呼んでたんですね。だから名字の一文字とあの私は山国ということですね。だからこの池田恒興と羽柴秀吉は遠くにいるからすぐ対応できないから、私と丹羽長秀あなたでちゃんとやりましょうねって、そういう、だから勝家って本当にいい人でね、この時にはちゃんとやってるんだってことが分かるんですね。その後残念ながらそのこのなんていうのかな、その後起訴我ら義は同然に申し出したんで、その方よりもご兄弟へこの旨仰せこさら最もいい、そのあんたの方からもあの信勝信孝の兄弟にちゃんと言っておいてねっていう。だからこの段階ではまだ秀吉とも喧嘩してないし、1年後にですね鈴ヶ岳の戦いが起きて勝家が滅亡するなんていうのは想定もできないような手紙なんです。だから勝家この頃には秀吉仲良かったんですけどね、かわいそうな話ですね。まあ、それは別件として、ここで何が言いたかったかというと、要するにこの川の流れが変わったことによって、その美濃と尾張の境目争いが起きた。それでもう復讐になりますけど、美濃を領した織田信勝は今までの美濃の国だけではなくて小指川の西も美濃だっていうふうに主張する。だから実質的に美濃だってことですよね。それは自分がそう思うんじゃなくて地域住民がそう思ってるっていうふうに理屈をつけるわけですね。で信勝の方はそんなこと言ってもっていう、当然ですけど、あの本来の尾張の境は私の領地だっていうふうに主張する。これがこの二人の兄弟の争いの、結局争って信勝は滅びてしまいますけど、一つの要因だったんではないかなっていうふうに思うんですね。これが、まあ山場、戦国時代の山場の話です。はい、ここでまだ終わらないんです。次が結構大変で、植邦時代に入ります。次の資料をお願いします。これがですね、これが今の話のまとめで、もう一回繰り返しますとね、要するにこの辺ですよね、この辺。だからここが及び、これは大河、こっちの方にも大河あったかもしれませんけどね、この辺がだから実際には尾張なんだけど、美濃っぽいっていう、そういうことで岐阜とか大垣、この辺のいた、この辺が全部美濃だっていうのが信勝側の主張で、信孝は信孝側の主張で、信勝はここまでは終わりだっていう、そういう主張ですよね。そういうことになります。まあ、この川が筋が正しいかどうかはありませんけど、大雑把に言うとそんな感じですから、今の岐阜羽島のあたりが係争地だってことになるわけですね。川の流れが変わるとね、地域住民の意識も変わってくるってことなんですが、ところがこれで終わらなく、これから大事件が起きます。次が山なんですが、洪水が起きるんですね。このわずか4年後です。じゃあ次の資料をお願いします。資料でいきます。7ページ目ですね。植邦時代、美濃と尾張、木曽川の洪水。この木曽川の洪水はですね、天正14年の6月、まさに今もそんなことが多いですけども、当時も大変な洪水があった。その代表的なものですけども、これは実は洪水の資料って非常に少なくてですね、ほとんど当時の資料はないんですけど、本当にみんなの記憶に残った洪水だったようで、後の人が、江戸時代以降の人がちゃんと書き留めてもらってて、それいろいろとあるんですけども、その中で一番まあ分かりやすいものが、このちょっと挙げてみました、王爵以来木曽川流域河上の返還っていう資料です。これ全部信用できるかどうか分かりませんけど、かなりリアルなことが書いてあります。これ全部読んでいきますと、天正14平日の年6月洪水、美濃の国加賀無郡伊勢、木曽川の河川、古来の形状を大いに変換して、現今の景況をなす。ここに書いてますよね。おっと、これ、この辺ね。木曽川の、だから今の景況になった、つまりその大きく変わった、これ具体的にこれです。当時、加賀無郡、前戸村と尾張の国、羽栗郡、久西村辺りとの間より、激流西に向かえて激突衝突し、これが大事。つまり曲がった川がまっすぐになった。それで上中屋村、真島村、無道寺村、栗木村等の地を貫き、村がびしょびしょになった。
それでその人民許可地流亡して河川となり、川島地のうち少林寺島、水田島、小島等を流亡し、炎上寺村と北方村との間を貫き、笠松村、田代村辺より南に極流し、富田の省三谷村を流亡し、中島郡子供中島村よりなお乱流せり。壮絶でしょ。要するに村は全滅するんです。村を突き抜けていったっていう話ですよね。でその後また駒塚村、加賀の井村の間にさらに逆さ川を分流し、加賀の井村の地占用権を破り、加賀の井川を分発せしよしというと、これは後で説明します。こんなふうに、これまだ後で地図でまた見ますけど、一応最後まで話をした方がいいかな。ちょっと早くして申し訳ありませんけど、この具体的なことはまたこれ話をしますが、まずですね、ちょっと覚えておいていただきたいのは、前戸村と草井村の間から川の水がまっすぐ西に激突したということをちょっと覚えておいてください。でその辺の村を全部流したわけですよね。それから笠松って今ありますよね。笠松から南の方に流れていった。そして富田の省と三谷村を流亡して、この中島郡この中島村からもっと南に流れていった。これもちょっと覚えておいてください。それから駒塚村と加賀の村の間に川が流れて、加賀の村の土地も破って加賀の井川って川もできたっていう、これをちょっと頭に入れた上で次の記事をお願いします。これです。ですね、今のを地図に書くとこうなる。もともとは今言ったように木曽川はこういうふうに流れてたんですよ。ここは時期ですよね。これがまっすぐ流れた。これが激突だから、前戸と草井の間をここの岩礁がブーンと切れた。そしたらダダダダダと水がいって、ここに突っ込んでいってしまって、この辺の村が壊滅するということです。そしてここでもっとぶつかって、今度はこっちに流れた。で富田と三田、今は富田この辺にありますけど、もともとこれにあった村が壊滅して、こういってこれからこういうふうに流れていく。もうものすごい変化があったと。これを正直信ずればの話ですけどね、違うかもしれないけど、まあいいんじゃないかと思うんですよね。それからここに逆さ川って川がひょっとできた。逆さ流れてる。それから今度は加賀の井ってところをぶった切って加賀の井川ができた。で加賀の井ってところはですね、実は今加賀の井って川の東にも加賀の井が、西にも加賀の井があるでしょ。あれはこの結果です。つまり村の真ん中にいた人は亡くなりますけど、真ん中に川が流れて分断しても村自体は残るんですよ。そうすると東の加賀の井と西の加賀の間に川が流れてるっていう、そういう、これ普通は考えられないことです。もともとは加賀の井村ってのは一つの村で、東か西のどちらかに川が流れたはずなんですよね。それがこういった洪水によって真ん中が ぶった切られて、今でもその通りの地名になっているってことはちょっと面白い、まあ、面白がってはいけないんですけどね、大変な災害ですけど。でこれをですね、もう一回ちょっと、次の資料ありましたっけ、これですね、この後また同じ資料で、これを今度はこう、これ 今までの今のところがですね、要するにその、天正14年の洪水の話です。それを今度はもう一回今度治水工事を行って少し改善するんですね。しかしての死、慶長6年、これはもう井戸時代に入ってからです。関ヶ原の翌年です。終わり方、美濃方ともに木曽川堤つけり、もう堤を作った。だけども小さな堤だったって言うんですね。それから、同13年、母子の年に至り、終わり方、大堤つけり、かつ、設外工事のため、この中島島において、中島村において、南流せし、河川を突き止め、ここを止めちゃったんですよ。そして、加賀の井村、中野村の間に流れし、加賀の井川を掘り広め、こっちの方を広くした。そして大いなる新川となし、これを木曽川の寒流とす。これが今の木曽川です。つまりその無理くり片っぽの川を止めて水の流れを一方向にしたってことですよね。これそう書いてあります。ゆえに加賀の井、ここは大事な、ゆえに加賀の井、中野両村の地内、おのおの外川を中間に入れて、村地その東西の両岸に分かる。川を真ん中にして、その中野村と加賀の井村は両、中野村も東の中野村と西の中野村があり、加賀の井村も東加賀の井村と西加賀の井村があり、ってそういうふうなちょっと不自然な形になったってことが明確に書かれています。それで決定的なその後ですね、
これは地域にあるんですけども、天正14年この洪水によって本文のごとく木曽川筋変換せり、しかして後外川筋をもって能美の国境と定め、羽栗中島開催の三軍を両国に分割という、とうとう軍も分割されたということです。もう一回ちょっと地図、次の地図ですかね。また同じく元の地図、こうなったわけですね。つまりここが木曽川で、こう行ってここに笠松、それこう行ってここが壊滅した富田の所で、この辺が加賀の井、加賀の井川がずっとまっすぐこういうふうに切れた。これが今の木曽川の原型となります。そうするとこの地域が全部美濃になるんです。わかります？この辺一帯ね。そうすると実はですね、ここには郡が3つあるんです。この辺が羽栗郡っていう郡です。でここは中島郡っていう郡、中島郡、一宮のあたりで、ここが開催郡っていう郡です。つまり羽栗郡も中島郡も開催郡も、尾張の国羽栗郡、美濃の国羽栗郡、尾張の国中島郡、美濃の国中島郡で、尾張の国開催郡、美濃の国開催郡の計6つの郡になったっていう、世にも珍しいことが起きるんですね。そういうふうに考えていいんだと思います。これを信ずれば。確かに江戸時代にはこういうふうな郡境になってますから、あんまり他のところで見ないですね。一つの郡が真ん中にぶった切られて別の国に同じ名前の郡がある。これはちょっとこの地域の特徴かもしれませんが、非常に境界を考える場合には非常に分かりやすく流動的だってことがはっきりするんですね。ちょっと今のところ一番大事なところなのでまとめをしてましたので、ちょっと読んでいきますと、その7ページの下の方ですね。美濃の国加賀郡前戸村と尾張の国羽栗郡草井村付近の間から川の水が西に向かって衝突しまっすぐ流れる。その結果多くの村が流亡する。笠松村、田代村のあたりから川の向きは南に変わり激流が流れ込む。その結果富田の庄と三谷村が流亡する。また駒塚村と加賀の井村の間、加賀の井村の中に新たな川ができる。これがまあ最初に言った話ですね。で慶長6年に木曽川の堤防が築かれる。で慶長13年に加賀の井村の中を流れていた川を掘り広め、こちらを木曽川の支流にする。これがいわゆるこの川ですよね。それで、こうして木曽川の流れがほぼ固まる。木曽川の西は美濃の国に編入され、羽栗郡、中島郡、開催郡は美濃と尾張に分割される。だから尾張と美濃の両方に羽栗郡、中島郡、開催郡があるという形になるということです。これがまあここまで江戸時代の話はもうちょっと私にも手に負えないので、大体その私の頭の中で整理したのがこんな感じの変化です。結構大変でしょこれ。ちょっとここで少し休みますけどね。ちょっと少し、実はこれ私結構川が好きでしてね、こういうことはワクワクして地図見るのが大好きで、それで昔東京に寄りましたのでね、東京はもっと大変ですよ。利根川ってどこ流れたか知ってますか？利根川今調子流れてますよね。あれは浅草を流れてた。今の隅田川が利根川の最下流だったんです。もともと東京湾に流れてた。それがですね、いろんな工事の結果今調子に流れてる。だから関東地方の川の流れに比べたらこんなの大したことない。まだその帯平野の中でもって収まってるっていう、そういう感じですよね。だから川の流れの変化って非常に難しいんですよ。それから例えば三河の、ちょっとあと15分ありますが少し無駄話しますね。三河の場合も尾張の場合もそうと、川の流れって複雑で、例えば豊川ってありますよね。やっと地元の話ができます。豊川は今豊橋市内のお城の前に流れてますけど、あれもともとはですね、豊川以内のところの豊川を流れてたんですよ。それから小堺のあたりですね。それはなんでかというとですね、やっぱり気候分です。豊川の宿、これは豊川以内じゃなくて豊川の駅から東の方に行くところに泊まった後、夜出て一杯飲んで飲んだと思いますけどね、見たら大きな川があったと書いてある。だから今のその飯田線の崖は川だったんです。ってことは分かるんで、少なくとも東三河も豊川も、豊川もですね、これほどじゃないけども大きな変化をしているはずです。それから矢作川、これが分からない。
ヤハイ川上流はまあ崖ですからね、まあいいんだけど、例えば西尾近辺のヤハイ川の流れっていうのは、今私西尾志士を編纂してますが、議論の的です。一体どこを流れてたのか。今ヤハギ古川って言いますが、あれはね江戸時代の川です。で、今のヤハギ川は慶長年間にぶった切ったもので、中世にはありませんと考えると、ヤハギ川をめぐっても1時間ぐらい喋れるって話になります。だから川の話っていうのは楽しいんですけど、こんな感じ でこの地域については非常に延び比が広いですから、極めて複雑な状況を呈しているってことになります。で、なんか考えるんですけどね、例えば何でもそうですけど、例えば江戸時代とか明治以降になると地図がいっぱいあるから分かりますよね。これをこう見ながら、こういうふうに川が変わったんだなっていうのも楽しいんですけど、今日の話みたいに分かんないことを考えると本当に楽しいつまり証拠が本当に少ないところから想像しながらこう物事を考えていくってこともいいんじゃないかなと思って、ちょっと今日は大きな話をしてみました。それで次は今度はここで一回川の話から離れてですね、まあ全体をまとめますと、まず鎌倉時代以前は海が迫っていた。で、一番大事なことはですね、木曽三川は存在しないっていうか、しないわけじゃないけど、下流域の今の風景っていうのは頭から外さなくちゃいけない。で、学生に言いますけど、まず地形とか歴史を考える場合には今のビルを剥がしなさい。それから人がいっぱいいるっていう風景を頭の中消しなさい。そうしないと分かんないからね、中世はっていう話をしてます。今あそこに流れている長良川と揖斐川と三川が分かれたのは江戸時代です。だからあんなふうな急流はないわけですよね。昔は本当にぼーっとした海だった。そして網目状に、ですから今こんなふうに書きましたけど、こんなのなんちゃって地図で、この辺にものすごい紙の網目状にこう海があるわけですよ。そうするとですね、簡単に言うと船でひら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 どこにも行けるっていう、そういう感じだったんじゃないかなっていうのが思いますね。つまり急流ではないんですよ、きっと。だからそんな沈没もしないで、ちっちゃな船だったらいろんなところに旅ができたっていうふうに考えていいんじゃないかなと思いますけどね。それから旅の話でいきますとね、ちょっとついでに時間がありますから、今と違うってことを考えますと、例えば天竜川ってありますよね。あの川は今と結構怖い川です。中世から暴れ川で急流なんですよ。あれは崖が決まってるから変わりあんまり変わらない。だから急流だから船が出るのが大変だったって。ところが一方、これは江原さんの話、研究成果なんですが、大井川ってありますよね。コスニコサイの大井川、あそこ簡単に渡れた実はあれはですね、もともとアメーバ状で毛細血管状だったんで、要するに旅人はちょっと半ズボンにしたら渡れたみたいな感じ。そういうことがあるんだってね。要するに水ピチャピチャしながら渡ったっていうことがあるんで、今のその地形を見ながら昔のことを考えるんじゃなくて、もっと柔軟に考えなくちゃいけないと思います。それから境界線の話でいけば、我々はだから今言ったように 県に支配されてるわけじゃありませんけど、県民性ってものを、最近県民省ってあります、あれもいいんですけどね、まあ、あれも県民性って、県境ってものを認識してしまう。でもこれはですね、昔からそうだったわけではないってことが大事です。見て今見たように、桑名と対馬の人は友達関係、それから須磨田近辺の人はすぐに船で渡って、美濃と尾張の人は仲良しっていう感じでこうつながってたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それでなんでこんなことが起きるかっていうとですね、我々は県民税って払ってますよねところが中世の人、県民税ってあるのかしら古代には国司って言いましたからね、国で税金取るんですけど、荘園制になりますとね、国ってどうでもよくなるんですよ。荘園っていうのは、例えば大江の国ペケペケの荘は、これは天皇の荘園、美濃の国ペケペケの荘は近衛さんの荘園っていうふうに、荘園ごとに領主が決まってますから、領主との関係は深まるんですね。それが大江にあるか美濃にあるかはどうでもいいことなんです。だから中世の人は基本的、中世も近世もそうかもしれませんね、終わり例えば何藩の藩領っていう感覚があるかもしれないけど、まあ、それはその国境にあるわけではないですよね。国の中にいろんな領主がいますから、だから本来その県知事みたいな人がいないんですよ。国まとめてはいますけど、税金は取ってない。取るとしたらたまにですね、ちょっとなんか公共事業をするからといって一国平均役っていうのを取りますけど、それは今で言えば赤い羽募金みたいなもんで臨時税なんですよね。恒常的に
年貢を払っているってわけではないんです。そういう意味では中世の人っていうのは国に支配されているわけではないっていう認識があったんじゃないかなと思いますね。それからやっぱり分かるように境目の人は自分がどの国の人か分かんなかったって長島は伊勢だって言いますけど、新潮後期には尾張の国長島と書いてあって、長島の人にですね、ひょっとしたらどっちの人って言われたら私は分かんないっていうかも、これ極論ですけどね、そこに住んでる人にとってみればちゃんとお米作ったり魚取ったり生活できればいいわけであって、私は美濃の人間だからこうですとか、私は尾張だからこうですとかっていう主張ってなかったんじゃないかなっていうふうに思うし、今言ったように川筋が少し変わればいつの間にか美濃っぽくなってしまうとかそういうふうな感覚です。でそれであとちょっと10分ぐらいありますので、少し全く別の話をちょっとここでしますね。その話はレジュメを作らなかったんで、まあ、余談ですけど、ちょっと最近面白いことをしましてね、言葉の違いってのを調べ始めたんですよ。つまりその尾張と三河ってのは言葉違いますよね。三河はジャンダラリンの世界です、東三河は。言葉の違いってのは地域の、いわばそのどこら辺の地域が友達かってのが分かる世界と考えましてね、ちょっと大胆にも中世文書からある言葉を探し出してですね、その言葉がどう分布するかっていうのをマップを作ったんです。これこの普通の言葉じゃダメだから、めったにない変な言葉で、一つはですね、これ色なしっていうんですけど、色がなると書くんですけどね、 色って分かりますよね、普通の色がなる。色なしっていうのはですね、ちょっと色つけるっていうのでも言うでしょ。ちょっと土地を売買するときに、あんたに例えば50文ずつ色なし渡しますみたいな感じの、ちょっと色つける、あれは何かっていうと固定資産税なんですつまりその例えば私がですね、ある土地を持ってたとしますよね。それ例えばある人に、売りますよね。ところがね、固定資産税は私払ったとしてもですね、めんどくさいでしょ、法務局に行くの嫌だからだから誰にも知らせないんですよ。そうすると固定資産税は私のところに来ますよね。でも実際に工作してるのは私の友達ですよね。その場合には面倒くさいことやりたくないから、法律的には私の土地にしておいて、私が固定資産税払うからその分あんたからもらうっていう、そういう契約を結ぶの、これが色なしです。これ色なしっていうんですね。その色なしっていう言葉がどう分布するかを調べたらですね、面白い結果が分かりました。なんと美濃と尾張にはちゃんと分布してるで、三河にはですね、矢作川まで行くの、その東には行ってないだから矢作川の岡崎まで行かないんです。要するに安城、矢作川の西、岡崎市内ですけどね、明源寺ってお寺がありまして、そこまでは行くけど大樹には行かない。だから矢作川でもって言葉が切れるんです。だから川が言葉の境になってことは分かるんですけど、面白いことに木曽川は境になってないんですね。つまりここは全然境になってない。簡単に言うと、岐阜の人と尾張の人はお友達同じ言葉を使ってるってことが分かるんですね。それからもう一つ控えって言葉もそうですし、それから悪党の成敗ってこともいいんですよ。これも、ね、盗賊の沙汰ってことも、全ての4つぐらいの面白い言葉を全部調べたんですけども、全てにわたって尾張と三河は同じ言葉を使ってるってことが判明しました。これはね、ちょっと今の話と関連しますけど、尾張と三河の境、尾張と美濃の境っていうのはもともとぐにゃぐにゃになってて、なんかよく分かんない状態で転換しますよね。で、ところがそのここに、今の基礎はもそうですけど、ここで文化が切れてないんじゃないかなっていう、そういうちょっと疑いがあって、これ私の感覚ですけど、なんとなく岐阜って近いイメージですけど、むしろですね、尾張と三河の方が違うっていう感覚があるんですね。だから簡単に言うと、その美濃と尾張が合体してもよかったんじゃないかと県を作るときにね、要するにそのでぐらい岐阜と尾張の北部っていうのは、その辺住んでるわけじゃありませんけど、イメージですけどね、そんなに分裂してないような気がします。今の言葉の話もそうです。それからやっぱり面白いのはその辺でしてね、その境界線、美濃と尾張の境っていうのは境として確立していないんじゃないかなと思います。でそれから織田信長とですね、斎藤道三がこの前大河ドラマでモックンがやりましたけど、
あと織田信秀が例 の, 高橋克典君がやって、まあ、イケメン同士の対決になりましたけど、あれは攻めたり攻められたり本当にやるんですよね、いたちごっこみたいに。あれはね、私思うんですけど、仲がいいからなんじゃないかと思う。つまり同じ空間を争ってるわけですよ。関心がないわけじゃない。だから美濃から尾張に至る空間って一体なんじゃないかな。 そこを狙ってそこを両方取りたい南の織田と両方取りたい北の斎藤がお互い攻め込んでいって争ってるって状態、無関心ではないと考えると、歴史的に考えてもあの2つの地域っていうのは融合性があるんじゃないかなというふうに思うんですね。そんな感じでちょっとどうまとめていいか分かりませんけども、こんなつまんない話かもしれませんが、今日は鎌倉時代から室町時代、それから戦国時代、それから江戸時代っていうところを含めて川の流れの変化だけを見ながら、それだけだと地域のことは分かりませんけど、要するに教会ってものがある意味ではそのファジーなもんだったってことを示したかったわけです。それからあと5分しかありませんが、山はもっとファジーですね。実は私の実家の方の山坂まだ決まってないって話がありましてね、長野県と新潟県の境がまだ分からないって話も聞いたことはあるんですが、あと5分山の話をしますね。山の海の陸の境はまだ変わってのがあるから、まだ境として認識できる。だからまだいいんですけど、いいっていうか、まあ境ができるんですが、山というのはどうやって境決めるかって分からないですよね。つまり頂上誰も行ったことがないから要するにそもそもですね、その山の境ってのは、奈良時代平安時代には問題にもならない。つまり人口少ないから麓でもって生活できるわけですよ、木切ってれば。で、なんで問題なのかというとですね、要するに工地がいっぱいいっぱいになって神殿開発する場所がなくなった。そうすると百姓たち頑張って山の奥まで攻めていくんですよ。そうするとここで田んぼ作れるとか、ここで木切れるといった時にぶつかっちゃうんですね。そしてお前何者だって喧嘩が始まる。そこで初めて教会が認識されるっていうことなんですよ。だからまさに教会っていうのは近代の産物っていうか、まあ、近世の産物っていうかね、早くて江戸時代の初めぐらい、まあ、戦国時代になってようやっとですね、開発が進んでいくと人間の生活環境が広がっていって、山の上の方とか、あるいは村の間のところとか、どうでもいいところだったところがやっぱ価値を持ち始める。それによってその争いが始まるっていう、そういう歴史だと思うので、変な話だけどね、プロペラに乗って適当に線引くってことはありえないですよね。だから教会ってものはあまりきれいに引くのは よろしくないです、歴史地図なんかで。だから大雑把にこんな感じっていうふうにやればいいんであって、あまりそのきちんと教会を書いた地図っていうのを作るべきではなくて、この辺までが東の村、この辺までが西の村みたいな感覚で、それがよくありますよね。そのどうしてここが境なんだっていう時にですね、いやうちの村の人が早起きだったって話があるなんか百姓が喧嘩した時ですね、要するにその境を決めようって時にぶつかったところをそうしようとしたら、どっかの村の人の方が早く起きたっていう冗談みたいな話がありますけど、あれは本当に冗談みたいな話なんですが、本当かどうか分かりません、早く起きたかどうか分かりませんが、もともとは両方とも認識してなかったところっていうのがあって、そこに初めて教会は作られるっていうことなんですよね。だから教会が初めからあって、そこを巡っていろんな人が争い合うんじゃなくて、教会っていうのは初めはもともとファジーなものであった。それが人口が増えたり権益が増えることによって教会がはっきりして、それがまあ争いの種になっていくっていう、そういうことだっていうことを考えて、もう少し教会ってから自由にならなくちゃいけないっていうふうにも思うんですけど、あんまり役に立ったことが分かりませんが、で今日はまあとにかく歴史的なことで、どこまでその戸田先生を含めた近代の研究とかに役に立ったか分かりませんが、とりあえず1時間半以上務めましたので、このぐらいでお許しいただければと思います。とりあえず私の話は以上です。どうもありがとうございました。山田教授、どうもありがとうございました。